さあ、今日の本題はですね、あの、頭が悪い人でも <laughs>、あの、幸せになれる IQ、EQ、SQ の総合能力で勝てという、このタイトルでいいのかなあの、そういう内容です。内容は合ってます。何言ってるか分かんないと思いますけど、タイトルは後で考えます。あの、IQ っていうのはよく聞いたことあるんじゃないですかインテリジェンス、えー、クオ、これなんでクオシエント。もう、カタカナ呼びだとクオシエント。 インテリジェントクオシエントって言うんですけど、まあ、知能指数って言いますね。インテリジェンスっていうのは知性とか知能ですよね。で、クオシエントっていうのは、まあ、メモリーみたいなことです。はい。指数のことです。えー、これ IQIQ ってよく呼ばれていて、これどういうものかというと、まあ、物事を論理的に捉えたり、分析をしたり、適切に、えー、処理することができる知的能力です。で、この IQ には特徴があって、 基本的に、先天的に、決まっている。<laughs> まあ、IQ を頭がいや、高い人頭がいいと定義するならば、頭がいいか、頭が悪いかは、もうね、ごめんなさい。決まってるっていう <laughs> 意味だそうです。これ絶望じゃない まあまあ、学歴と IQ がぴったり一致してるかどうかはちょっと怪しいんですけど、まあ一般的な目安としましょうよ。例えば東大出身の人って IQ 高いから東大行けたわけじゃないですか。で、僕なんかね、高卒なんですよ。大学行ってないんですよ。もうね、最初から勝ち目ないんですよ。これはね、正直言うと大人になってからね、気づいたんですよ。あの、学生の頃とか若い頃気づかなかったんだけど、俺の子頭いいんじゃねとか思ってたんだけど、やっぱね、 あの、いるんすよ。あの、ニュースピクスとかでちょっと、登壇するような人たちって、むちゃくちゃ頭いいんですよ。あとこれね、まあ、個人名出せばいっぱい出てくるんだけど、個人名出すといろいろ支障があるから出しにくいけど。<laughs> やっぱりね、あの、大きなカンファレンスとかで、壇上で Web3 の未来を喋っ語ってる人とか、正直言っていいですか何言ってかわかんないんですよ。頭が良すぎて。 だからね、IQ の高さってもう生まれつき決まってるっていうのは絶望的だけど認めざるを得ない。何回聞いてもわかんない、あの人たちの話。ついていけないんですよ。それはね、その人たちの問題じゃないんですよ。僕の IQ が足りないんですよ。それは本当にそう思います。うん、ただね、あのー、もしかしたら僕と同じように IQ が最初から低めに設定されて絶望しそうなあなたに今日の放送は届けたいと思います。えっ、ー、と、総合能力は IQ では決まらないです。IQ と、 EQ と SQ。この3つで決まるんですよ。で、EQ っていうのはエモーション、えー、クオン、クオ、クォシエント。エモーションクオシエントなんですよ。これ何かっていうと、えー、心の知能指数と言われています。まあ、感情とか情緒面において、健康で豊かな状態。これ EQ なんですよ。まあ、だから、共感性が高いとかは EQ ですね。 で、これは、うんと、例えば、うちの焼肉まみで,で働いてる子たちとか、特に EQ 高い子多いですね。ボニカとか、アサミとか、リョウとか、あの辺は EQ がすごい高いですね。もうボニカとか分かりやすいんですけど、ご飯を食べに行くと、うわー何する何するってもうね、メニュー決める前からめちゃくちゃ幸せがなんかこぼれてるんですよ。 で、メニューを自分の決める時だけじゃなくて、他の人のメニューの決めてるのにも共感しちゃうんですよ。うわーそれ美味しそうとか言って。で、もう食べ物が来てもう、うわー美味しそうちょっともらっていいとかなんですよ。もう共感性がすごくて、ボニカにご飯をあげてる人笑顔になっちゃうんですよ。<laughs> なんでなのかわかります。これね、彼女の EQ が異常に高いからなんですよ。浅見は静かだけど、やっぱりそれを感じてるんですよね。あーとか。もう空見て、あー気持ちいいとか。そういうレベルなんですよ。 で、この EQ っていうのは日常の意識によって少しずつ高めることができる変数変わるんですって。IQ は生まれつきだけど EQ は生きている中で育むことができるっていうことです。まあ、下がることもあるんでしょうね。やっぱり2ブルートね。そして最後、SQ。えー、これはソーシャルクオーシエントといって社会的知性、生き方の知能指数と言われています。 社会性と呼ばれるものやコミュニケーション能力などですね。で、これはリーダーには必須の能力と言われています。S q の高いリーダーの特徴っていうのがあって、えまずは常に前向きである。常に将来、えー、未来のビジョンを明確に指し示すことができる。 二つ目、共感能力がある。メンバーの意見とか考えを受け入れるっていうことができるっていうことです。えそして、常に周囲に関心を持ち、メンバーを観察する力が高いと。そして、コミュニケーションスキルが高い。まあ、聞くと話すの両方のバランスが取れているっていうことですね。表現力も豊かであると。えそして、影響力がある。まあ、今までのね、能力全部を使うから影響力が高くなるんだと思います。 なので、結果としてチームのムードを作ることができて、人々をポジティブに未来に連れていくことができる。この SQ が高いっていうのはリーダーに必須の能力。逆に SQ の低い方をリーダーに選ぶと、そのチーム全体が死ぬよっていうことだそうです。で、この SQ というのは、どうやったら身につけることができるか。これ学習なんですよ。 これは後天的に学ぶことによって身につける能力なんですよ。コミュニケーションとかそうじゃないですか。傾聴力とかそうじゃないですか。ビジョンを言葉にする言語力とかもそうじゃないですか。これ全部ね、後天的に学ぶ。学習によって身につける能力が SQ。IQ はもともと備わったもの。EQ は日常の意識で育み。SQ は学ぶことによって身につけることができる。だからね、これ逆転があるってことなんですよ。 ま、ちょっとあの、イメージしてほしいんですけど、例えば IQ っていうのを持って生まれたスキルで、で、e、EQ、SQ を後天的に身につけることができるスキルというふうに定義しましょうよ。で、例えば、え頭がいい人、えー、10段階評価で8。めちゃくちゃ頭がいいですね。なんだけど、e、EQ と SQ が2だとすると、8×2 で16の総合能力で生きることになります。で、仮に、頭が悪い人、さっきの IQ の高い人8だったんで、半分にしましょう。4。 だけど EQ と SQ をそれぞれ8のパフォーマンスを発揮すると、死波32で、さっきの、えー、IQ が8で EQ、SQ、e、が2だった16のパフォーマンスのなんと2倍。だから、生まれつきの変えられない IQ が半分の人でも、日常の意識で変えられる EQ と学ぶことで身につけられる SQ で、 トータルの人間力では、勝ることができる。希望です。なので僕は今日言いたい。頭悪くても大丈夫。EQ、心で感じる知能指数と、SQ、学ぶことで身につけられる、生き方の知能指数を身につければ、ちゃんとビジネスで成功したり、幸せになることができる。希望のメッセージでございました。 えー、あなたは IQ、EQ、SQ、これからどれぐらい意識して総合能力を高めていきますかそれでは、今日という一日が皆さんにとって最高な一日になりますように、せーの、いいねー幸せになるにはね、EQ だけでいいっぽいっすね。<laughs> 幸せだけだったら。 <laughs> まあ、ただ、あの、ビジネスで成功しようとか、影響力を持とうとか言うと、この IQ、EQ、SQ の総合能力が必要になるみたいです。私は総合力身につけたいです。頑張ります。学びます。感性磨きます。